PS-1、PS-1 PS は日本の海上自衛隊が運用した対戦飛行艇。日本の新名は工業によって製造された。海上自衛隊では対戦哨戒機としてアメリカ合衆国から導入し、後に川崎重工業がライセンス生産したロッキード P2V-7 を利用してきたが、国産機を求める声は様々な場所から聞こえてきた。 かつて川西の設計陣を率いた技術者、菊原静雄は1953年、昭和28年から、社内で飛行艇の構想を練っており、1957年、昭和32年には防衛庁に対し、飛行艇の実験機を作らないかと持ちかけていた。これを受けて防衛庁でも、飛行艇の実用化を検討して、1960年、昭和35年には、 新型飛行艇を対戦障害機として使用する案がまとまった。菊原徹は、西式大艇の性能に興味を示し、川西の技術を自社へ移転しようと考えたグラマンから、米海軍向けの誘拐 -19 難飛行艇、グラマンフ -16、アルバトロス飛行艇1機を提供され、それを実験飛行艇誘拐 XS に改造した。誘拐 XS は1962年、 昭和37年12月の初飛行から1966年、昭和41年まで実験と調査を行い、十分な基礎データを取得した。対戦哨戒機については、当時の技術水準から一般にソ連の潜水艦を探知するには吊り下がるし、式対戦ソナー、水中音波探知装置、ィッピングソナーの方が、その部位よりも探知距離、 精度等の点において優れており、ソナーを海中に吊り下げて運用することが可能な対戦飛行艇が必要であると考え、当時最も有効な対戦センサーであった大型、ィッピング、吊り下げ式ソナー海面に着水して使用することで、強力な対戦任務を行おうとの発想により、1960年、昭和35年にソナーを、主、その部位を銃として運用する対戦飛行艇、 PXS の開発が開始された。哨戒機器類も国産の方針となり、素早く着水するための機上波行計とともに、製作の見通しがついてきた。運用構想では、PXS が2機に対して、大型固定翼く哨戒機の PXL が1機で、チームを組み、PXL は、PXS の統制、通信の中継、目標識別を行うというものであった。 PXL も国産化する予定であったが、2機種を並行して開発することが予算上不可能であったため、PXS を開発した後に、PXL を開発することになった。PXS 同様に、リッピングソナーを用いて紹介する P6Y が開発されていたものの中止となり、陸上機による紹介に軸足を移しつつあった、米海軍は、XS に興味を持ち、 PXS の技術情報と引き換えにして P6Y 用に P5M を母機に用いて開発とテストを行っていたアン・アクスマイナス6ディッピングソナーの技術情報やパッシブソノブイやジュリー、ジェゼベルといった最新鋭の紹介機器が開示にもたらされることとなった。防衛庁は1960年代前半から対戦紹介機 S2 回から1及び P2V-7 の後継機として、川崎重工業に P-2J を開発させていたが、新明和の誘拐 XS による研究が進んだことを受け、1965年、昭和40年5月に新明和に対して試作機の製作を命じた。コンセプトは、概要における運用を第一の目的とする、世界初の飛行艇であり、高揚力装置と自動安定装置による、 超低速飛行と強力な動力境界層制御 BLC システムによって高いエストール、短距離飛翔性能、波消し装置と新設計の機体による耐性を持つもので、二式台低譲りの良好な量波性能を備えた機体は、設計上は、波高3メートルの荒波での離着水も可能とした。動力は P-2J と同じゼネラルエレクトリック射製。 P64 ターボプロップエンジンを IHI がライセンス生産したものを採用した。対戦装備は P-2J 同様に米海軍からもたらされた P-3B 準拠の電子装備と、それに加えてアマイナス6の情報を参考に小型化した HQS-101 リッピングソナーが開発搭載された。PXS は1967年、 昭和42年10月24日に初飛行した。その後、実験を続けると思わぬトラブルが続いて関係者を悩ませた。水上静止中、滑走中の安定性に問題があり、着水時の衝撃で機体が破損したこともあった。また、GE はこのエンジンをこのような過酷な状況で使うことを想定しておらず、海水のしぶきがエンジンに入り込んで腐食を起こすなど、 たびたび問題を起こした。問題は山積みであったが、自衛隊の装備品運用計画を変更することはできないため、見切り発射ながら2機の PXS は、翌1968年、昭和43年7月31日に、海上自衛隊へ納入され、第4航空軍、現在は航空集団直轄第51航空隊の岩国に、航空分献隊、 岩国航空基地での運用試験を経て、開発最終段階の性能に関する詳細な試験で十分に部隊の使用に教師るとの結論を得た子から、1970年、昭和45年に正式導入が決定、PS-1 となった。試作機を含め23機、機体番号5801から5823が製造され、試作機、 PXS の2機を含めた試験用4機を除き、すべて1973年、昭和48年3月1日に編成された第31航空隊へ配備された。こうして登場した PS-1 だが、当時の日本の電子技術は極めて遅れていた。当機が着水しての水中ソナー探査であるのに対し、アメリカ海軍の最新型ロッキード P-3、 シー戦イ紹介機、1968年初飛行、空中からその部位を投下し、無線で情報収集を行う極めて効率の良い方法で、比べて PS-1 は紹介能力が遠く及ばず、すでに時代遅れであった。その部位の採用案はあったものの、いちいち使い捨てでは高くつくということから着水式の吊り下げ式にしたのだが、 すでにソ連の潜水艦は高性能化しており、対抗するために、新しい紹介機材を次々に追加しなければ、ならなかったため、当初29トン程度の予想が、燃料を満載すると43トンにもなってしまった。また、荒波での着水が、セールスポイントであったが、不規則な波の動きを読むことは熟練パイロットでも、難しく、その上、機上波口径を含めて、 景気の信頼性は低かった。このため敵潜水艦の近くにいたとしても、飛行艇ならではの素早い着水と紹介が行えず、全く役に立たない状態が続いた。離着水の時にはプロペラが水面を叩いて負荷がかかり、ベアリングの寿命の短さは異常だった。その上、水上でのバランス不足によって転覆事故が相次いだ。 機体もエンジンもトラブル続きで新名和の技術者もエンジンをライセンス生産していた石島張間重工業の技術者も休む暇がなかった。防衛庁はその部位による潜水艦探知能力が著しく向上した状況を見て1976年昭和51年から1980年昭和55年にかけへ PS-1 の有効性に 関する対戦能力向上の検討作業を行ったものの、その部位に比べて、ティッピングソナー戦術は有効性を失いつつあることや、ソナーの能力の大幅な改善も期待できないことから、今日の潜水艦探知技術の進歩の中で、PS-1 は要求通りの性能を満たしていないとして、1980年、昭和55年8月に、調達の打ち切りを決定。 23機で生産を終了した。開発が長くかかったために開発費は高くつき、生産数が少なかったために1機あたりの単価は非常に高くなり、税金の無駄遣いとして非難されてしまった。また、ほぼ同時期に導入された、川崎の P-2J が退役まで無事故で運行しているのに対し、PS-1 は退役までに6機を失い、30名、 以上の自衛隊員が殉職した。無論、グラマンからの落とさたもない、アメリカで飛行艇需要がなくなったこともあるただし、紹介能力自体は、P-2J と大差ないとして、昭和64年、1989年度まで使用する方針とした。PS-1 の機体は、技術者たちによって、回収に回収を重ね、オーバーホールの機会も徐々に長くなり、 最終的に飛行艇としては申し分のない機体にまで成長させることができた。防衛庁と新明和は多額の開発費をかけ、度重なる回収を繰り返して育て上げた PS-1 の技術を活かす方法を模索し、1970年代に PS-1 の多様とかを計画した。これが US-1 へつながる。 PXL 国産化の方針が白紙化され、それに代わって選定されていたものの、1981年、昭和56年に、ロッキード事件発覚で先延ばしになっていた P-3C が導入されると、PS-1 は完全に無用の存在となり、P-3C が主力となった1989年、平成元年3月17日に、予定通りに、 最後の一機が退役、形式消滅した。PS-1 は、事故により6機と、約30名の搭乗員を失った。機体形状は、大日本帝国海軍の二式飛行艇と1950年代から1960年代に、アメリカ海軍が運用した、懲戒飛行艇マーチンピーゴ M マーリンに類似している。中型機であり、主翼は、直線翼、 水平尾翼を垂直尾翼の上に配した T 字美翼を採用した。外見では機種に立っている迎え角や変流のセンサーマストが印象的である。エンジンは石川島リマ重工業 IHI でライセンス生産したターボプロップエンジンに4機を搭載している。マーリンは創発。対戦障回帰機器は吊り下げ型、リッピングソナーを採用していた。 海面に着水後はエンジンを用いて、海面上の定点に止まるホバリング状態で、これを海中に吊り下げて使用した。その他に、P-2J 同様に、P-3B に準拠した対戦障害機器も持っているため、着水せずとも、P-2J と大差ない障害能力を持っており、運用後期には着水することなく、障害が行われていた。機体の大きな特徴として、 全部停体側面に独創的な波消し用チャインを設けることで、他の飛行艇では真似のできない箱を3メートルの荒れる海への着水ができるほか、60度という深い角度を持つフラップと方向打、昇降打にまで施した翼表面の気流が滑らかに流れるようにする境界層制御装置、BLC が時速50から53ノット、時速100キロメートル程度で、 離水可能な力な短距離離着水、エストール性能を実現した。車輪はあるが、ランディングギアではなくビーチングギアで、もっぱら揚陸、地上走行用のもので、滑走路への離着陸はできない。基地に隣接した水域で離着水し、基地内へはスロープ、滑りを使って出入りする。車輪は海水内で出し入れできる。 紹介機としての大量導入には至らなかった PS-1 だが、新名和が計画した PS-1 多様とかの一環として、救難機として利用することが決定した。対戦紹介機能の代わりに、救難機器を設置、さらに陸上離着陸のために、要衆用のビーチングギアに変えて、ランディングギアが取り付けられた。白と灰色の機体には、救難機を表すオレンジのアクセントが入り、 名前も US-1 に変更されて、1975年3月5日より、海上自衛隊に導入された。1981年製造機からはエンジンを転換して出力が増強された US-1A となり、21世紀に US-2 の登場に至っている。救難飛行艇に引き続いて、新名話では、消防飛行艇の実用化が検討された。 実証のため PS-1 の1号機5801は新名和工業によって機内に貯水タンクが取り付けられ消防飛行艇の技術実験が行われたこの貯水タンクは燃料タンクの一部を転換したもので8トンの水を取り入れることができ追加された定定の放水扉を開くことによって一度に大量の水を目標にかけることができる 実験は1976年、昭和51年から1979年、昭和54年にかけて行われ、様々なデータを取得できたが、国として消防飛行艇を活用する計画はなかった。また、火災に対しては、効果があっても、地震火災の場合は、火の中に被災者がいるかもしれず、8トンの水の直撃で、最悪は、圧死、生き残っても急激な体温の低下で、 病死の可能性もある。また、PS-1 は、後続距離が短いため、淡水を確保できない場合は海水を散布することになるが、その際の地上への影響など、運用をめぐって意見が割れた。さらに、国内では、森林火災が起こる、可能性は低く、大規模地震に備えるためだけでは維持費が加算で割に、合わないこともあって、計画は中止となった。 日本では兵器化できる製品の輸出を禁じる武器輸出三原則があり、もともと対戦哨戒機として作られた PS-1 は消防化しても輸出は不可能であった。5801号機は実験完了後に対戦哨戒機に復元された。しかし、1995年、平成7年の阪神、淡路大震災によって火災に対して空中から酸水があれば、 被害を縮小できたのではないかという疑問が示された。これを受け、最新型 US-2 では、消防飛行艇としての発展系を発表している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。